アンリ・ジファール1852年の飛行船ジファールのインジェクターバティストジャックアンリ・ジファールはフランスの技術者である蒸気機関で駆動するプロペラをつけた有人飛行船の飛行に成功したパリで生まれる1849年から蒸気機関の研究を始め1850年には蒸気機関用の噴射装置の発明をした1851年 エコールサントラルと共同で蒸気機関を使って気球の操縦をする特許を得た。飛行船のテストは1851年から始め、1852年9月24日、パリとトラップの間の 27km を2500、立方メートルの大きさの気球に3馬力の蒸気エンジンをつけて飛行に成功、歴史上最初の動力飛行である。1855年にも、 別の飛行船を制作したが試験中に爆発した。ジファールと仲間は無事脱出した。その後は蒸気機関用の噴射装置の開発を続け、いくつかの特許を得た。1867年のパリ万国博覧会のために5000立方メートルの水素気球を製作し、1869年にはロンドンで12000立方メートルの気球を製作した。 1878年のパリ万国博覧会では2万5000立方メートルの気球を展示し、これは40人を乗せて扶養できた。博覧会の観光スポットとなり1日20回、客を乗せて500メートルほど扶養した。気球のために作られた水素発生器はゴム風船を膨らませて無料で配布した。1882年に自殺した。現在では、 エッフェル塔に名前を刻まれている。ありがとうございます。